首かしげメは、ヘビクビガメか首かしげメ属に分類されるカメ。本種のみで、首かしげメ属を構成する。別名をオーストラリアヌマガメもどき。オーストラリア固有種最大校長14センチメートルと、ヘビクビガメ火災小種。死ゆで、ほとんど校長に、差はない。廃校は扁平。甲板には、筋状の盛り上がりがない。あばら看板は、 ノコギリ状に尖らない。肺甲の色彩は、高褐色や暗褐色で、甲板の継ぎ目に沿って、暗色の反紋が入る。復興は大型。左右の喉甲板の間にある甲板は大型で、肩甲板に接しないが、胸甲板に接する。左右の喉甲板および左右の肩甲板は接しない。復興の色彩は、高褐色や灰色で、シームに沿った。 暗色藩が入り復興全体にも暗色藩が点在する。頭部はやや大型。頸部は短く、背面が棘状鱗で覆われる。中心よ前期からほとんど形態が変わらない。依存種と考えられ、現生種には禁煙種がいない。和名は分類上での扱いが諸説あったことに由来する。沼や湿原などに生息し、低質が粘土や砂で、 水生植物の繁茂した環境を好む。寒気になると生息地に接する草原の地中で休眠する。植生は動物食でカエルの妖精、昆虫、甲殻類、ミミズなどを食べる。繁殖形態は卵生。1回に3から5個の卵を産む。開発や野焼きによる生息地の破壊、水質汚染及び水位低下、人為的に移入されたノイヌや、 赤狐などによる捕食などにより、生息数は激減した。1980年代までに2カ所の沼地を除いて絶滅した。法的に保護の対象とされ、生息地を自然保護区に指定、捕食者の統制や侵入防止の柵の設置、2カ所の生息地をつなぐ、通路の設置、植株,植株飼育か繁殖させた個体の再導入などの、 保護対策が進められている。1980年代における生息数は約30頭。1998年における個体数は250頭と推定されている。ありがとうございます。